終盤が圧倒的で、新濱が世界記録を出したその直後のレースであっさりと上回って、2人の左足を比較してみると、クリズニコフの方が後輪に対してほぼ垂直に置かれ、より安定しているのが分かる。そのため新濱より後輪を強く押し出せる。シーガマはストレートがとても速く素晴らしい選手だね。どんな大会でも優勝候補になると思うけど、まだ少し経験が足りないかな。最強のライバルに勝つためには左足の細かな技術を身につけるしかない。はい、ひたすら練習を繰り返す。